はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。ラッスーでございます。白血病闘病生活の気晴らしいね、自宅から動画を配信していきます。でこの動画でね、僕みたいな血病がになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってもらいますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、ですね、今日は初めにですね、その不織布のね、お問い合わせ、皆さんありがとうございます。早速ね、手続きを行った方にはね、発送させていただきました。でもうね、届いたよって言ってくれる方もね、いましたんでね、すごいね、僕もね、一安心です。皆さんの元に届いてよかったです。ありがとうございます。以前にもね、お伝えしたまつげ美容液も結構好評でね、皆さんね、いいわいいわっていうね、声もいただいてるんです。ありがとうございます。本当に僕もね、まつげ生えてきてるんで、僕ね、まつげの目尻の方のまつげがね、ちょっと長めになってきたんですよ。ちょっと エロいとかセクシー系の目になってきてるんですよね。真ん中はちょっとね、短くはないんですけど、真ん中がこう生えているけど、外に行くにつれてこうビヤってこう、なんかね、なんかそう、わざと外側だけ長くするまつげのやり方あるじゃないですか、まつげとかも。なんかちょ若干そんな感じになってるんですよ。使い続けてたらね、ほんまにちゃんと伸びてくるもんなんでね、いいと思います、まつげ美容液もね。またね、そのね、全身に使えるまつげ美容液とですね、全身に使えるのにまつげ美容液っていうネーミングはおかしいんですけど、まあ全身に使えるやつなんですよ。あとそれとね、その不織布ね、この不織布のことに関してはですね、下の概要欄にある僕のインスタグラムか、ツイッターの DM でね、お問い合わせください。はい。今日はね、白血病は治療しないとどうなるかっていうのと、その治療法についてね、まあ、僕の感じたことを交えながら簡単にお話しします。まず僕がなった白血病というのはですね、急性骨髄性白血病という種類の病気で、痛みはありませんでした。なので以前にね、初期症状の話の時にですね、お伝えした通りなんですけども、疲労感とか身に覚えるないあざとかですね、むくみ発熱などはね、目に見えてこないと何のこっちゃ分かれへんのですよ。なので白血病の進行を抑えるにはですね、早期の診断と治療が不可欠です。白血病の進行に伴いですね、異常な細胞がですね、ますます増殖してね、そのますます増殖してしまった細胞がね、優勢となってしまって、骨髄とかですね、血流から正常な細胞をね、締め出してしまうんですよ。でそんなことがあるからね、白血病の治療をしないで放置しておくとですね、感染と戦える正常な白血球の数が足りなくなったりとか、感染症を引き起こす可能性があります。他にもね、赤血球の不足からですね、この重度の貧血になったりですね、血小板の不足によってですね、あざや出血がね、起こる可能性があります。まあ、このようにね、未治療の白血病っていうのはですね、極めて重篤な疾患となってしまってですね、死に至る恐れもあります。でそして次は治療なんですけども、治療に関して重要になってくるキーワード、寛解っていうのがあるんですけども、言葉ね、寛解という言葉があるんですけどね、この寛解という言葉はですね、この後の寛解導入方法で説明します。で白血病の治療を始めてですね、効果を判定するのはですね、寛解という状態であるか否かで判断します。その寛解という状態であるかどうかを知る悪いには、通常は骨髄腺腫の検査が必要となります。そのためですね、白血病の治療では何度も骨髄腺腫の、ね、検査を、ね、行うことになります。そして次にどんな治療を行うかなんですけども、化学療法と呼ばれる治療法でね、抗がん剤を使います。治療の基本はですね、骨髄中に増えた白血病細胞を死滅させて正常な血液細胞を増やすやり方です。そして抗がん剤を用いた、ね、化学療法はですね、白血病の第一の、ね、治療法になります。化学療法による治療はね、寛解導入方法、地固め療法の順番に行います。そしてそんな寛解導入方法でございますけどね、第一段階となる寛解導入療法の目標はですね、文字通り寛解になることです。この寛解というのは、骨髄中に存在する白血病細胞がですね、全体の 5% 以下の状態のことを言います。通常7日から10日間抗がん剤が投与されるんですけども、その後、白血病細胞だけではなく、正常な血液細胞も骨髄の中から減少してしまいます。でこの時に赤血球や血小板がね、極端に減少した時にはですね、輸血が行われます。
まあ、大体極端にね減少するんで輸血はしてもらいます。で白血球はね輸血することはできませんので、抗がん剤の投与の後ね自然に白血球が増えてくるので待ちます。この期間はね約ね4週間ぐらいです。白血球が回復してきた時にですね骨髄選手を行って寛解状態であるかを調べます。およそ8割から9割の患者さんがですねこの段階でね寛解の状態になることがね期待できます。まあね僕も期待したんですけど、その期待にね裏切られてほとんど減ってない状態でした。で白血病細胞をね死滅させるね化学療法によってですね多くの患者さんはね治療中にね不快な副作用やね合併症をね経験します。まあ、考えられる副作用としてはですね脱力、吐き気、嘔吐、下痢、脱毛、貧血、血液凝固能力の低下、食欲不振、胃感染性、免疫力が低下してね細菌やウイルスに感染しやすい状態になることを言います。そして咽頭、口腔の痛みがあります。まあ、それぐらいの症状が出るぐらいなので白血病の治療にはね非常に強い抗がん剤を用います。そのためね、高齢者の方、まあ、65歳以上の方とかですね、年齢や体の状態、心臓、肝臓、腎臓などの、まあ、その他臓器の状態をね、考慮してですね、抗がん剤の量やね、投与日数をね、減らすことがあります。またね、ご高齢の患者さんとかですね、状態の非常に悪い患者さんの場合はですね、寛解を目指すのではなく、白血病細胞を減らすことを目的とした治療を行うこともあります。このような場合はですね、治療後に寛解になる可能性は低くなりますけども、副作用やね、合併症によるね、命を落とす危険性をね、考えるとですね、まあ、このようなね、治療方法をね、選択せざるを得ません。続きまして、地固め療法ですね。寛解導入療法でね、寛解が得られた後、判定されたらですね、各種血球細胞がですね、回復してきたことをね、採血により確認した後にですね、すぐに第2段階となる地固め療法を行います。この段階の、ね、目標としましてはですね、寛解導入療法で 5% 以下になった白血病細胞をさらに死滅させて根治させることです。地固め療法でもね、強い抗がん剤が使われますけども、これもね、治療後の白血病のね、再発を防ぐためにね、必要な治療なんでございます。最近ではですね、この地固め療法で強力な治療を行うことで、以前行われていた地固め療法後のね、維持強化療法がね、行わなくても良いものとされています。地固め療法でもね、強い抗がん剤がね、使われるので、寛解導入療法とね、同様のですね、副作用合併症が現れます。また治療後にね、血液細胞が減少した際にはですね、まあ、その程度に応じて赤血球や血小板の、ね、輸血がね、必要になることもあります。地固め療法が終了して、効果判定にてね、寛解を維持していた場合はですね、白血病のタイプやね、年齢や体の状態を考慮してですね、治療を行わずに経過を見る場合と、造血幹細胞移植というね、骨髄移植、末梢血幹細胞移植、再帯血移植をね、行う場合があります。僕はコロナ禍のね、末梢血幹細胞移植をしてもらいました。運よくね、ドナーさんと巡り合うことができました。まあ実際にお会いしたわけじゃないんですけどね。といった感じでですね、白血病は治療しないとどうなるかっていうのと、その治療方法について僕の感じたことを交えながら簡単にお話ししました。次回はですね、骨髄移植、末梢血幹細胞移植、再帯血移植と呼ばれている造血幹細胞移植について簡単にお話しします。今日は以上です。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思いましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気でーす。